皆さん、こんにちは。アクアショップわさび水草チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回は水草水槽のツールの選び方、長さ編について解説をしたいと思います。水草水槽を作るときに一番最初に買い揃えないといけないのが、ピンセット、そして次にハサミ、そしてお掃除道具、そのあたりになるかと思います。 ただこのツールを選ぶときって各メーカーいろんな種類のものがあったりそして同じジャンルでも長さが違ったり形状が違ったりとか当店でもご来店いただいているお客様からどのピンセットがいいですかとかハサミって長い方がいいんですかそれとも短い方がいいんですかとかツールに関していろんなご質問をお受けいたしますなので今回はこれからアクアリウムを始める方にとってどういった基準で 水草水槽のツールを選べばいいのかこれについて順番にお話をしていきますで。水草水槽で使うツールというのは非常に実は多いです。細かいところまで言うと、苔取りのね、こうひで、ひで苔を取るためのツールがあったりとか、あるいはガラス面の苔を取ったりとか、あるいはソイルをこう平らにならすための道具があったりとか、いろんなものがあるんですけども、大まかに、えー、メジャーなもので言うと、やはりピンセット、ハサミ、掃除道具。この3つになるかと思います。 ではまず1番のピンセットからお話をしていきたいと思いますで。ピンセットについては選び方がものすごく簡単で、まずは先端がとにかく細いものを選んでいただくこと。これが一番重要となります。各メーカーこの先端の細さっていうのが全然違うので、まあ、そのあたりは見比べていただいて、とにかくそのお店で一番細いタイプのピンセットを選んでいただければ問題ないかと思います。で、次に問題になってくるのが長さですね。 ここって非常に皆さん迷われるところなんですけども、長いピンセットと短いピンセットいろいろあるんですけども、どっちがいいのか、これについて、まず結論から言いますと、長いピンセットを選んでください。いや、自分の水槽ものすごくちっちゃな水槽なので、そんなに長いのいらないんですけどって思われる方おられるかと思うんですけども、実はそうじゃないんですよね。小さい水槽でも必ず長いピンセットの方がめちゃくちゃ楽です。 ちなみに当店で使用しているのが AD のプロピンセットシリーズなんですけども、例えば一番短いものと長いものを比べてみると、こんな感じですね。こんな感じですよね。結構長さ違いますよね。で、これで、小さい水槽だからこのちっちゃいのでいいんじゃないかってね、おっしゃる方おられるんですけども、これなぜ長い方がいいのかについてなんですけども、実際に水草を植えるときにピンセットを持って水槽の中に手を入れたときに、例えば短いピンセットだと、 他の水草に手が引っかかっちゃうんですよね、ここがね。そうすると、口がくにゃーっと曲がったりとか、最悪口がパチッと折れちゃったりとかして、周りの水草を痛めてしまう。そういうこともあって、長いピンセットの方が非常にいいです。長いピンセットだとリーチがあるので、手を持つ位置から植える場所までの距離があるので、なかなか水草と手が干渉しにくいってこともあって、まず、長さで迷われたら長い方がいいっていうことが一つあります。 じゃあ、長ければ長いほどいいのかというと、実はそれもちょっと微妙なところで、長いピンセットの場合、手を持つところから先端までにかなり距離があるので、どうしてもこう、フィーリングというか、ダイレクト感がちょっと、 え、弱まるかなとっていうところはあります。これはちょっと個人差にもよるんですけども、私自身はこちらの ADA のプロピンセットの XL ではなくて L サイズを使っております。L サイズで小型水槽から180センチ水槽まで全部管理しております。ただ、180センチ水槽については、水深が60あるので、まあ、XL の方がいいかなーっていったところはあるんですけども、通常水深45センチぐらいであれば L でもいけるかなと思います。ただ、ここは個人差があるので、 とにかく長い方がいいっていう方は XL っていう感じになるんで、こちらの ADA のピンセットシリーズでしたら、L もしくは XL をまず最初にご購入されるといいかなと思います。お手持ちの水槽が小型水槽であろうが、90センチ水槽であろうが、そこは関係なく L もしくは XL を選んでいただければ、まず間違いはないと思います。非常にね、このピンセット先端が細くて、なおかつね、このフィーリングも良くて、長さも4種類揃っているのでいいかなと思います。 ちょっと余談なんですけど、じゃあこれ、この短いピンセット何に使うの <laughs> って思われますよね。これね、あの、ロックウール取るときに使ってます。もうこのためにこのね、3100円するんですけど、3100円使うかっていうね <laughs>、あところあるんですけども、なんか使い道があまりなくて、ただ私自身この、アヌビアスとかクリプトのロックウール取るとき、これで取るとめちゃくちゃ取りやすいです。あのね、根の間に挟まってる、あの、綿みたいなやつですね。あれ取るときにこれ抜群です。 ポット系の水草よく使われる方であれば、これもっと枯れてもいいのかなと思います。めちゃくちゃ綺麗に取れます。はい、ちょっとこれは余談でした。で、次に2番目のハサミ。これも、えー、いろいろね、形もありますし、あと長さもあるんで、選び方、とても難しいかと思います。ただ、ここは用途を理解していただければ、全く、え選ぶときに簡単です。まず、用途です。 え、これについては、えー、何を切るのかを考えていただくといいと思います。えー、例えば前傾層中心のレイアウトで、前傾層をとにかく切りやすいものであれば、えー、先端が反ってるやつがいいです。カーブタイプとか、ウェーブタイプという S 字に曲がってるやつがいろいろあるんですけども、そういった反ってるタイプのものを選んでいただくこと、前傾層が非常に切りやすいです。えー、この持ち手を立てた状態で歯が寝ているので、こういった、これもグロスソスティグマなんですけど、こういった水草は非常に綺麗に刈り込むことができます。で、一方で、えー、後ろ側、 え、後方に茂っている水草、え、UKS ロタラとか、そういったものはストレートを選んでいただくことにいるのかなと思います。もちろんカーブタイプでも切れないことはないんですけども、私自身はこの有形層を切るときにカーブタイプちょっとめちゃくちゃちょっと使いにくくて、なんか合わないっていう感じですね。あの、それは人によって個人差があるので、そこはもう、え、沿ってるタイプで後ろを切れるよって方はいいかと思います。で、次に長さなんですけども、例えばこの短いタイプと、え、長いタイプ、え、見比べてみますと、だいぶ違いますよね。 このね、長い方でもまだ短い方です。まだもっと長いやつもあるんで、いろいろこうね、種類はあるんですけども、じゃあこの長さはどう使い分けるのかについてなんですけども、これについては、あ、ピンセットは長い方を選んだので、じゃあハサミも長い方が便利ですよねって思われる場合あるかと思います。実はそうじゃないですよね。ハサミは短い方っていう感じです。これもね、ちょっと複雑なんですけど、えー、ピンセットは長いけど、ハサミは短い方がいいっていうのが、やっぱりね、この水槽の中の取り回し、 ハサミというのは、いろんな角度で、こう、ハサミを寝かしたり立てたりとか、いろんなことをするので、これが長いハサミだと、こう向けに縦に入れるときはいいんですけど、こう、寝かすときの、横に切りたいときに、この絵が長すぎると、ここがね、水槽の側、側面ですね。が引っかかったりとか、え表のガラスとか裏のガラスとか、もとにかく引っかかって、長いハサミは取り回しが悪いです。そのため、トリミングのことだけを考えると、 短いタイプのハサミを選んでいただく方が小回りが効いて綺麗なトリミングラインを作ることができます。じゃあこの長いハサミ何に使うのって言ったね、あのことになると思うんですけど、これも実は用途がありまして、例えば、えー、こういったハサミは先ほどもご説明した通り縦に使うハサミです。えー、ブリックサーとか、を一株だけ間引きたいなとか、二株だけ間引きたいなとか、ピンポイントで狙うときですね。グロッソスティグマもちょびっとだけね、出てるときとか、 あるいは、あの、石の際に、なんか変な、邪魔なね、えー、例えばラン、あの、ランナー系で伸びるテネルスとか、ヘアグラスとか、ピヨピヨって出てきた場合とか、まあそういったものをピンポイントで狙う。時に便利ですね。あと、私がよく長いハサミを使う時のシチュエーションとして、あのビアスの葉っぱの1枚だけをカットするときとかは、これ長いの使いますね。結構あのビアスって、あの、黒ひでこげこいデとかにね、やられやすいんで、どうしてもこう、 えー、葉っぱに黒いね、あの、ふさふさのものがつくと、もうエビとかもあんまり取ってくれないので、そういった時はトリミングするんですけども、その時に長いハサミでピンポイントで1枚だけ狙うとかする時にめちゃくちゃ便利です。ただ使用頻度としては、やっぱりこの短い方のハサミの方が多いので、初心者の方、これからアクアリウム始める方は、まずは短いハサミでいいかなと思います。 ただ、ここも、メーカーによって、全然違うんですけど、刃渡りの長さ、重視していただくといいと思います。この広げた時に、ハサミを広げた時に、刃渡りのが短いハサミは、結構使いにくいです。えー、広い範囲を、ガッとね、トリミングする時に、どうしてもストローク数が、もう何回も何回も切らないといけないんで、手も疲れてきますし、あとラインも乱れやすくなります。なので、え、短いハサミを選ぶ時の刃渡り。 え、広げた時にしっかりと長さがあるのか、ここも確認して選んでいただくといいかなと思います。はい、次に、えー、掃除道具。これも当店で非常に、えー、数が出る、えー、ツールなんですけども、プロレイザーです。このツールについては、使われている方非常に多いと思うんですけども、これもね、長さが2種類あってこんな感じですね。結構違いますよね。これもめちゃくちゃご質問聞かれます。で、まず結論から言いますと、 えー、両方、やっぱりね、用途が違うんですね。<laughs> なので、どっちかって言われたら両方買ってくださいっていうのが一番、えー、私自身の回答になるんですけども、それでもまずはやっぱり一本だけでいいよという方は多いと思うんですよね。そういった場合、どちらを選べばいいのか。これについては水槽サイズです。えー、なので、えー、私自身もこの道具、プロレイザーはね、もうめちゃくちゃ使ってきたんですよね。このロゴ今新しくなってますけど、Q ロゴの時からもうずっと使ってるんですけど、 これについては、水槽サイズで60センチのレギュラー水槽、60、30、36センチ以下の水槽であれば、ミニがめっちゃ使いやすいです。で、一方で、こっちは、大きい方は60センチの奥行き45、高さ45センチ、60センチのハイタイプと言われている水槽。以上であれば、こっちをまず最初に買っていただくのがいいかなと思います。まあ、結果的にですね、両方揃えるのが一番いいんですけども、それはなぜかというと、ヘッドの大きさが違うので、 めちゃくちゃ細かいところ、シリコンのキワキワをいきたいとか、そういうとこのガラス面の超細かいところ、この微妙なラインをいきたいとかいうときは、えー、こちら、ミニがいいかなと思います。なので大型水槽の方でも、やっぱりこのミニがあるとめちゃくちゃ楽だと思います。細かいとこきれいに取れるので。ガラス面の広いところをザクザクこうね、あの、苔を落としていくのであれば、やっぱり水槽サイズに合わせて選ぶのがいいかなと思います。もちろんこの大きい方でも60センチ、レギュラー以下でも全然問題ないです。 なので、ここはもう、もう、とにかく早くもう掃除したいや、という方は、60センチ水槽以下でも、この大きい方を選んでいただくといいかなと思います。ここもちょっとね、お好みによるんで、迷われたら、まあ今の基準で、水槽サイズに合わせて、ミニと、レギュラータイプ選んでいただくといいかな、と思います。あと、オプション品として、あの、エクステンダーというのがあって、手を濡らしたくない時皆さんあるかもしれないんですけど、ここにつなぐ、あの、延長するあのツールがあるんで、延長する棒みたいな、棒っていうんですかね。 <laughs> あるんで。まあ、そのあたりもエクステンダー使っていただくと、今日はちょっとなんか固形の汚れ気になるけど、手は入れたくないな、みたいなね、時に、こう、エクステンダー繋いでいただいて、掃除していただくといいかなと思います。エクステンダーについてはミニと、こちらのノーマルタイプ両方繋がりますので、こちらについては互換性があります。水槽の中に手は入れたくないけど、汚れだけは取りたいみたいな時あると思うんで、結構このエクステンダー割と当店でも数出ます。はい。 よろしければ、お近くの特約店さんで見ていただければと思います。結構このプロレーザー、やっぱり硬い苔、結構ね、スパッといけるんで、もうこれ使うとめちゃくちゃ便利ですね。もう手放せないツールの一つかと思います。ガラス面にも傷が入ったりとかすることないので、もう掃除道具で言ったらもうプロレーザーも一番いいかなと思います。この水草水槽のツールに関しては、 まだまだね、ちょっといっぱいご説明したいこととかねあ、ノウハウ的なところあるんですけども、やっぱりちょっとなかなか一本の動画で全部のご説明するのは難しいので、今回はちょっと長さに焦点を当てて解説をいたしました。で、一つ確実に言えることというのは、初心者の方やこれからアクアリウムを始める方にとって、使用頻度が多い順にご購入されると一番いいかと思います。 なので、水草水槽で最も使う道具というと、ピンセットにあります。なので、まずはピンセットは必ず買っていただく。その次に、水草というのは伸びてくるので、やっぱりハサミの使用頻度が多くなりますし、あとコケも出てくるんで、掃除道具。このような順番に買い揃えていただくといいのかなと思います。そこで、ある程度のメインのツールが揃ってきたら、ちょっと使用頻度が少ないものまで、こう。 揃えていただくと、あらゆるシチュエーションに対応ができるようになるので、そのあたり徐々にこうツールというのも集めていただくといいのかなと思います。で、ツールもあまりにも数が増えてくると、ちょっと場所がね、えー、しまうところが困ると思うんで、そのあたりは ADA の FC ツールスタンドっていった商品ありますので、これは詳しくレビューしている動画が過去にありますので、そちらも概要欄にリンクを貼っておきます。ご興味ございましたら見てみてください。はい、このような感じで今回は、 水草レイアウト水槽に使うツールのお話をいたしました。で、今後もまたもっとツールのことで何か知りたいことがあるとかございましたら、下の書き込み欄からリクエストいただければと思います。その際お一人様ずつ回答は出せないんですけども、今後リクエストが多かった内容につきましては別の動画でまたツールのお話させていただければと思います。で水草水槽のツールってもうね、めちゃくちゃ重要で使いやすい道具。 を使っていただくと、ものすごく効率がいいです。えー、水草もサクサク植えられますし、トリミングももうあっという間に終わりますし、綺麗にラインも取ることができるので、やっぱり結構ね、道具重要です。で、道具、確かにいいもん、いい道具というのは値段も張るんですけども、買い替えがね、そんなにないんですよね。私もあのピンセット、エリアのプロピンセット使ってるんですけども、今でもう多分ね、20年、 うん、20年近くはもう軽く使ってるんで、それでも今現役で全然ね、フィーリングとかも変わらないんで、意外と道具というのは最初の初期コストはかかるんですけども、後々買い替えがないので、 あの、今後、長い趣味として水草水素を楽しんでいきたいなという方は、最初にいいツールを選んでいただくといいかなと思います。逆に短期間で水草ちょっと楽しめればいいかなとかね、例えば半年とか1年スパンで、まあ、それぐらいだけ水草水素を、まあ、ちょっとやってみてもいいかなという方は、最初から高いツールはご購入されずに、リーズナブルなツールから揃えていただくのもいいのかなと思います。 ツールにつきましてはいくつかピックアップして下の概要欄のところにリンク貼っておきますのでもしご興味ございましたらそちらの方をご覧くださいこれからも皆様のアクアリウムライフをサポートできるような動画どんどん作ってまいりますので継続的にわさびみつくさチャンネル見ていただければ大変嬉しく思いますもし今回の動画お役に立ったってことがございましたらチャンネル登録いただけると大変嬉しいですまた高評価の方もいいねマークで押していただければ大変嬉しいですでは今回はこれで終わりたいと思いますありがとうございました